で次にディスカッションなどを通して私自身がリーダーから学んだことをや感じたことをお話しさせていただきたいと思います。リーダーとお話している中で自分がボランティアに参加していることで何かを見出せているのだろうかっていうことであったりとか、より良い方向に進んでいくために自分らしさを出そうと考えていたとしても、それがリーダーとして子どもにいい存在としていられるのであろうかといったことを話していました。その言葉に私自身も普段の生活の中でのことを考えると共感の気持ちを持ちつつ非常に心に刺さるものがありました。今後これらの問題はよく考えていかなければならないのかなというふうに感じています。そして基調講演の中でもグループ間の話し合いの中でも出たことが一つあって、子どもと関わる中で危ないことを排除していいのかっていう話になりました。私も普段学童で子どもと接しているときにすごい危ないなって思うことがたくさんあるんですけど、それを注意しようと思ってもうまく注意できなかったり、その注意が本当に正しいのかなというふうに疑問に思うことがあります。でその時にリーダーから出た話で、ただそれを注意するだけではそれが何度も続いてしまうという連鎖があるというふうに話していました。判断は非常に難しいことではあると思うのですが、危ないを逆に教えるっていうことが大事だっていうふうにもなりました。でそして危ないも楽しいも経験することが何よりも大事になってくるのではないかなというふうに私たちは考えました。で今いろいろグループディスカッションの中で難しい話とかをさせていただいたのですが、今回の2泊3日の中で私がいろいろ楽しいなって思ったことだったりをまとめたスライドがこちらになります。で左上の写真なんですが、すごい見づらくなってしまっているんですが、もう富士山にすっごい雲がかかっている写真になってます。で今回の2泊3日の中では天気が曇りだったり、そんなにいいなって言える天気じゃない中過ごしていました。で私は山梨県で生まれてずっと山梨県で育っているので、ほぼ毎日富士山を見ようと思えば見れるという環境にいるのですが、私と同じグループの中で一番遠い子は北海道の札幌から来ている子がいたりとか、仙台から来ている子もいて、富士山を綺麗な富士山を見てほしかったなっていうちょっと残念な気持ちにもなりました。そして右上の写真はアイスのピノというものなんですが、今回はワイズメンズクラブの皆さんだったりスタッフの方々にシャインマスカットだったりお菓子そしてアイスをたくさんいただいて、みんな喜んでたくさん食べていました。でその中でこのアイスなんですけど、6個丸い粒が基本的には入ってて、この星形が1つあったらラッキーだねっていうことなんですけど、今回たまたま3つ星が入っているリーダーがいて、もうそのちょっとしたことで私たちはすごい喜んでしまって、いいことありそうだねっていうような会話をしていました。そして左の写真が私と同じグループで過ごしていたメンバーなんですけど、このメンバーはみんな大学1年生とか2年生で、私は3年生なんですけど、全員が年下で、えって最初びっくりしてしまったんですけど、この子たちが本当に優しくてすごい面白くて、2泊3日を一緒に過ごせて嬉しかったなっていうふうに思っています。でこの写真すごい笑顔なんですけど、私たちのカウンセラーの人がすっごい面白くて、なぜかわからないけど突然靴飛ばしを始めようっていうふうに言って、私たちは一人ずつ靴飛ばしをしたりしている、この笑顔な様子になってます。そして最後の写真なんですけど、これが私なんですけど、ただの食事風景ではあるんですけど、食事の際に、食事ってもう何回も2泊3日の中で一緒にしてるんですけど、その中で名前順であったりとか誕生日を足した順などでさまざまなお題を考えてどこの席に座るかっていうのを決めてたんですけど、すごい周りから見たらしょうもないって思われるかもしれないんですけど、もうそれがとにかく楽しかったっていう思い出があります。そして
そうですね、その中で会話とかをしないで手のひらに文字を書いたりして伝えるっていう方法でやったので、会話をしなくて済むっていうことでもなく、自分たちが頑張って伝えようとしなければできなかったことなので、そういう楽しいことをしていたなっていうふうに思っています。先ほどもお話をさせていただいたと思うんですが、日常生活の本当にちょっとしたことではあったんですけど、やっぱその一コマが私にとってはすごい楽しくて、いい思い出になっています。で、そしてたった3日間という短い時間ではあったのですが、その同じグループのメンバーと出会えて一緒に活動ができたことをすごい良かったなというふうに思っています。で、今回のフォーラムを通して様々な個性を持ったリーダーと出会うことができたので、山梨 YMCA のユースリーダー会としてだけではなく、いろんな地域に住んでいるリーダーたちと関わりを持って何らかの活動をしたりとか、一緒に作り上げてみたいなというふうに私は強く思っていました。そしてこちらで報告を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。